もううまそうでしょ。こんな感じです。はい、パラパラっとね。どうもりょうさんです。サッキーです。今回はですね、コラボでございます。こちらのですね、ジェイコブズクレイクさんのシャルドネワインとのコラボでございます。ありがとうございます。僕の一番好きなお酒のコラボでございます。今回はですね、こちらのシャルドネを使いましてですね、至高シリーズ至高のアクアパッツァを作りますね。そう、お待たせしました。結構ね、お魚料理のリクエストが多かったんですよ。でも皆さん、お魚やるかなっていう風な、結構ね、お高いですし、なかなかスーパーにも売ってないところもありますよね、生の魚ね。そんなこんなでまだ手出してなかったんですけど、今回はスーパーの切り身でもできる至高のアクアパッツァ、これを今から作っていきます。リュウジのバズレシピ。材料紹介いきます。まず今回ね、白身魚タイを選びました。はい、タイの切り身が、2切れ、だいたい2つで 180g ぐらいのものですね。これなんですけども、まあ別にタイじゃなくてもスズキとかいろんなあの白身魚でも大丈夫ですし、あの青魚、あのサバとかでも大丈夫です。だいたいね、どんなものでも切り身にするとね、あのアクアパッツァ美味しいので、そこまで種類にこだわらなくてもいいです。はい、アクアパッツァって基本的に魚ね、まんまで鱗取りしたで中抜きしたものをまんまで、煮るのが一般的なんですけども、今回はスーパーの食材でも作りやすいように切り身で作ります。で、あとアサリで、アサリなんですけど、今回ね、冷凍のアサリを買ってきました。業務用のあそこに売ってるやつで、これ砂抜きしてもうね、加熱してあるものなんで、なんでこれを使うかっていうと、アサリ売ってなかったんですね。なんでこれ使います。そしてブラックオリーブ、スライスしたものとかも売ってるんで、スーパーに必ずどっかに売ってると思います。まあ、なければないでもいいんです。まあ、あった方が香り高くて僕は好きかな。で、あとアンチョビです。アンチョビもスーパーに必ず売ってます。今回ね、アンチョビが肝です。これ入れてやるとものすごい赤バツがうまくなるんで、これ使ってください。で、あとニンニク2かけ、プチトマト、これ大粒なんで6個ぐらいですね。で、オリーブオイル、炒める用と仕上げ用大さじ1ずつですね。で、あとパセリ、あと一番大事なのがジェイコブズクレイクさんのシャルドネですね。これをね、使うことによって非常に風味豊かなアクアパッツァが作ることができる。僕の作り方ちょっと特殊なんで、それにはこのチャルドネが非常に合います。これを使っていきます。ということでですね、至高のアクアパッツァを作る上で、何が重要か、調味料のテイスティングだと思います。これをやっとかないと、この調味料がどういう味に変化していくんだなっていうので、やっぱね、イマジネーションですね。イマジネーションが大事なので、飲んでいきます。香りがすごく豊かですね。ということで、これを飲みながら、楽しみながら作っていきたいと思います。お野菜から切っていきましょうか。オリーブね、お好きな数入れてください。僕はまあ5つなんですけども、こんな感じで、本当にこう、僕の場合ですよ、スライスします。木の面倒だったらあの丸のまま入れちゃってもいいですよ。で、ニンニク、で、これは僕はね、潰します。潰して粗みじんですかね。はい、で、これを刻んでいく。こんな感じですね。で、アンチョビは、で、これ刻んでおく。ちょっと叩いて刻んでおくと味がよく出やすいです。タイですね。タイの切り身です。はい、こんな感じで売ってますよね。で、ここに皮にね、スッとね、1本ぐらい切れ目入れます。こうするとね、縮まなくなりますんでね。そしたら、お塩。アンチョビの塩分もあるから、そんなに、きつくやんなくていいです。パラパラぐらいで大丈夫です。そして、胡椒ですね。僕は黒胡椒削ってやっちゃいます。はい。いいですね。はい。はい、下準備もこれで OK です。じゃあ、火を使っていきます。今回はフライパンで、提供するものになりますので、フライパン用意してます。こういうちっちゃいのでいいです。で、ここにオリーブオイルを大さじ1杯で、まあ中火で流します。で、温まりましたら、皮目からやっていきます。最初にですね、焼くことによって皮にね、香ばしいオリーブの香りも移りますので、ここは焼いてください。もううまそうでしょ。で、これはね、中まで火通さなくてもいいですね。表面が焼けたら、まずこれね、バットにまた出します。
で、残った油あるじゃないですか、ここに。で、これで、はい、これでニンニク。で、アンチョビ。これね、同時ぐらいでいいです。はい、入れてください。で、これでニンニクに、ニンニクの香りを出して、この、油にアンチョビの旨味を移していきます。で、こうしたらね、弱火ぐらいにしておいた方がいいです。ニンニクってちょっと焦げやすいんで。そして、全体が、炒まって、香りが出てきたら、アサリです。生のアサリを入れる時も、このタイミングで大丈夫です。はい、で、ここで、ジェイコブスクリークのシャルドネですね。で、僕のアクアパッツァは、お水入れないです。ワインだけで仕上げます。生のアサリを使う時も、これと同じで準備する。はい。今回ね、冷凍アサリ使ってるんで開いちゃうんですけども、生のアサリの場合は、開いてないと思うんで、ここ、蓋します。じゃあ蓋しましょう。で、蓋して、まあ、中火ぐらいで貝が開くまでですね。で、今回こんな感じになりましたね。はい、貝が開いたらこのまま煮込んでしまうと貝がね硬くなっちゃうんですよ。取っていきます。で、ここでね、ちょっと煮詰めます。はい。強火で大丈夫です。煮詰めて、旨味を凝縮していくとともに、白ワインのアルコールと酸味をね、少し飛ばしていく。で、沸かしていくときに、ブラックオリーブは入れちゃっていいです。はい。煮詰め具合はね、3分の2ぐらいかな。もう、煮詰まりましたんで。で、ここで、タイを戻します。で、こんな感じね。で、プチトマト。これ、丸のまま入れちゃいます。ほら、見て、スープというか水が白濁してくるんですよ。これがいいんです。で、ここでまた中火ぐらいでいいんで、またちょっと煮込みます。トマトがふつふつっとこうひび割れていくんですよね。これね、ちょっとね軽く潰していくんですよ、割れたとこから。はい、少しねトマトの旨味もこのスープに加えたいんで、こんな感じです。はい、そしてアサリ戻します。これがもう器になってしまうんで、かっこいい感じでね、そんな感じです。で、最後に火つけて、沸かしながら、この、オリーブオイル、最後仕上げのオリーブオイル、炒めた時のオリーブオイルと、最後に加えるオリーブオイルって香りが全然違います。はい、なのでこいつを回しかけてください。で、本当は生のイタリアンパセリとかを使いたいんですけども、スーパーには生のイタリアンパセリはなかなか売ってません。なので、僕が使うのはあれば、生の刻んだパセリ使ってください。でもご家庭にはないと思うんで、はい、で最終的にこうパラパラっとね、乾燥でもね非常に美味しいです。ということで、キコーラパッツァ完成でございます。はい、ということで捨てていきましたので、めっちゃうまそうじゃないですか。じゃあいただいてみたいと思います。いただきます。絶対合うでしょ。それでは取り置いていただきます。これ絶対うまいでしょ。これは最高だ。めちゃめちゃうまい。この料理はシャルドネ以外とは合わせたくないぐらいですね。それぐらいベストマッチですね。そしてこのスープのうまみですよ。言うたらもうこれだけで1本開けられます。このスープだけでめちゃめちゃうまい。アサリはこうやってこうスープすくって食べてます。うまっ。俺はこういうのでワインを飲みたかった。このうまみちょっと体験してほしいな。ちょっとやる、スタッフチャンス。めちゃくちゃうまい。ちょっとバケット焼いといたんで。おお、いただきましょう。うまっ。うまいでしょ。やば。ちょっとこれは語彙力が多いですか。マジでうまい。これちょっとワインじゃなきゃダメですね。すべてが調和されてますね。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ということで皆さん、今回の至高のアクアパッツァいかがでしたでしょうか。あまりにもうますぎて最終的に私が至高になってしまったという回なんです。ぜひこのジェイコブスクリークのシャルドネ
使っていただいて、今日の赤松さん、僕と一緒に楽しみましょう。